ジェフ・ペトリーはアメリカ合衆国のプロバスケットボールリーグ NBA のポートランドトレールブレイザーズで活躍した元バスケットボール選手であり、現、サクラメント・キングスのゼネラルマネージャーを務めた。ペンシルベニア州、ダルビー出身、プリンストン大学卒業。背番号45はトレールブレイザーズの永久欠番となっている。プリンストン大学時代は 同校のスター選手として活躍。4年間のプレーで、プリンストン大使上4位となる、平均18.3得点の成績を残した。1969年には、IB リーグを14戦無敗で過ごし、NCWA トーナメント進出も果たしている。1970年のフォーダム大学との試合では、大学でのキャリアハイとなる39得点を挙げている。 プリンストン大学卒業後、1970年の NBA ドラフトにて、全体8位指名を受けて、ポートランドトレイルブレイザーズに入団。ブレイザーズは1970年に誕生したばかりの新球団であり、ペトリーはブレイザーズ史上初のドラフト指名選手であり、そしてブレイザーズ初のスター選手となった。ペトリーは1年目からチームのエースとして活躍。 24.8得点に4.8アシストの成績を残し NBA 史上オスカー・ロバートソン以来二人目となるルーキーイヤーに通算2000得点以上を達成したガードの選手となり NBA オールスターゲームにも出場。ボストンセルティックスのデーブ・コーエンスと共にルーキー・オブ・ザ・イヤーに輝いた。 当然ブレイザーズにとっては初のオールスター選手であり、初のルーキー・オブ・ザ・イヤー受賞である。選手としてのペトリーはロングレンジからのジャンプショットを得意とした優秀なシューターで危険なスコアラーだった。平均24.8得点を挙げた1972から73シーズンには2回51得点を記録。これはデーモン・スタウダマヤーに次ぐブレイザーズ史上2位の 記録である。また4回の延長を戦った1974から75シーズンの開幕戦、クリーブランドキャバリアーズ戦での61分間、出場、1970から71シーズンのシアトルスーパーソニックス戦で記録したフリースローミ、投げ、数21本、成功数18本、1972から73シーズンと1973から74。 シーズンに記録したフィールドゴール成功数20本はいずれもブレイザーズのフランチャイズ記録となっている。キャリア晩年は膝の故障に苦しみ1976年に引退。NBA キャリアは6年間と短いものだった。通算成績は446試合の出場で21.8得点4.6アシスト、フリースロー成功率80.5%であり、 キャリア平均20得点以上を維持したまま引退した数少ない選手の一人となった。ブレイザーズはペトリーが入団した翌年にシドニー・ウィックスが1974年にはビル・ウォルトンが入団し徐々に戦力を揃えていったがォルトンの故障の多さなどが響き、ペトリーが所属した期間中にプレーオフ進出することはついぞなかった。 しかしペトリーが引退した翌1976から77シーズンにはプレーオフに進出すると優勝を果たしてしまっている。現役引退後、数年間は企業勤めの一般的なサラリーマンとして過ごしたが、1985年にはブレイザーズに戻り、チームスタッフとしてラジオ解説者などを務めた。その後チームのシューティングコーチを経てシニアバイスプレジデントに就任。 この期間ブレイザーズは、クライド・ドレクスラーの元 NBA ファイナルに2度、進出するなど、第二次黄金期といえる時代を築いている。1994年にブレイザーズを退団した、ペトリーは、サクラメント・キングスのゼネラルマネージャーに就任。彼が GM に就任した、当時のキングスは9年連続プレイオフ不出場という、出口の見えない、長期低迷期に入っていた。 1995から96シーズンには10年ぶりにプレーオフ進出を果たすも、翌シーズンにはすぐにドアマットに逆戻りした。チームの再建を託されたペトリーは1996年の NBA ドラフトで当時のヨーロッパ最高の選手の呼び声が高かったページャ、ストヤコビッチを指名すると、1998から99シーズン前にはチームを大きく改革し、 ブレイザーズのフロント職時代のヘッドコーチだったリック・アデルマンを新ヘッドコーチに招聘すると長年キングスのエースを務めてきたミッチ・リッチモンドを放出してクリス・ウェバー、ブラデ・ディバッツラを獲得。さらに1998年の NBA ドラフトでジェイソン・ウィリアムスを指名。 新たに生まれ変わったキングスは1998から99シーズンを27勝23敗と実に16シーズンぶりに勝ち越し、プレーオフにも復帰した。ペトリーはこの年のエグゼクティブオブザイヤーを受賞している。以後、キングスは2000年代前半を代表する強豪チームへと成長し、ペトリーは2000から01シーズンにもエグゼクティブオブザイヤーに輝いた。プレーオフでは、 ロサンゼルスレーカーズと幾度も名勝負を繰り広げたが優勝には至らず2000年代後半に入るとチームは衰退。ペトリーには再びチームの再編が迫られている。ありがとうございます。